はい、こんにちは、岩松です。ということでですね、キャリコンの面接まであと1週間ないしは2週間という限られた時間の中で一体何をしていったらいいのだろうかということでお話をしてきました。で、まず復習になりますけども、やはりやってはいけないことは友達同士のロールプレイの練習。これはですね、今までたくさんやってきた方をお会いした中で、まあ、なんとなくね、勉強をしてるという雰囲気だけを味わうだけで全く面接対策になってないということで、私はおすすめが全くできません。やらない方がむしろいいんじゃないかなというふうに思います。できない自分を抱えたまま面接に臨まざるを得ないと。その時アドバイスしてくださるのが、指導した経験がない素人の方同士でやるという非常に危険なことですので、これはぜひ避けていただきたいなというふうに思いますね。で、その上でまず最初に絶対にやらなければいけないことは、キャリアコンサルタントの資格を取ったら自分はどういうふうに生かしたいのか、その資格が必要な理由、明確な理由っていうのを具体的に入れて、自分自身の棚卸しをして暗唱できるようにイメージ化しながらやっていっていただきたいというふうに思います。それが終わったら1番目から順番にですね、やっていきますが、できたところとできなかったところ、これもちゃんと具体的に、ここができた、ここができなかった、ロールプレイの中から、ロールプレイの中からまとめて、言葉を持ってきてちゃんと入れるということです。そして、2番目のクライアントの抱えている、訴えている主訴、それから3番目の、キャリアコンサルタントから見た、このクライアントが抱えている課題、そして、最後になりますけども、この後ですね、どういうふうにサポートしていきたいか。で、この2、3、4番っていうところは、これ全部続きものですから、で、クライアントの主訴っていうのはクライアント自身が言ってること、思いが2つとかね、だから多くの場合は2つの思いでこう悩んだりするわけですから、こんな思いとこんなものがあり、その狭間でこういう課題があって決められずにいるっていう、ね、これコンパクトなこの構造ですけどね、形としてはそういうコンパクトな構造でちゃんと伝えるということですね。で、それから3番目のクライアントじゃない、すいません、キャリアコンサルタントから見た見立て、とか問題点っていうのは、それはその問題を抱えざるを得ないその人独自のものの捉え方とか状況ですね。ですから、できていることじゃなくてできてないことですね。できてないこと、取り組めてないこと、そこを阻んでるものがあると思いますので、ここが問題になってると、ね、これが必要だけどもこれができてない、ね、これをやればいいけどやってないので、そこを解決する必要がありますっていう、その見立てなので、何を解決していく必要があるか、そこまでを伝えるのが基本的には3番です。そして、最後に4番目、これからこのクライアントをサポートしていくとしたらどんな風にサポートしていきたいか、これは具体的な方策として伝えなければダメです。抽象的なものではダメです。このような課題、自己理解、このような状況でこういう自己理解が足りないので、こういう方法を提案していきたいと思いますとか、具体的であるということ。そして、そのサポートという解釈が2つに分かれる時がありますから、短期的な視点なのか長期的な視点なのか、これはどちらかに聞かれるか分かりませんので、ご自身の中でこの後というのを、ね、どちらに定義するのか、あるいは両方とも対応していくのか、これはちょっと分かりませんが、心の準備としては両方が来る可能性がありますので、自分の中でそういう、ね、具体的な方法の体験をですね、この2週間でできるものを積んでいっていただきたい。それで最後になりますけども、当日行くときにどういう準備をしていけばいいかということでありますが、これですね、私自身も服装結構悩んでネットで検索かけたりしたんですが、まあ、男性であれば基本的にスーツであればいいと思いますし、女性であればそれに準ずる服装をしていけば何の心配もないです。で、ネクタイもするかしないか悩んだんですけども、まあしといて別に何も問題がないので、ネクタイあっていくっていう形が一番無難かなと思います。で、そのですね、マナーってことで言いますと、私が行った時に50人ぐらいが最初控え室で待ってたんですけども、お一方だけですね、完璧な私服で来てる人がいまして、スニーカー履いてですね、で、ものすごくバツな悪そうな顔されてましたけども、それはやっぱり違いますよね。やっぱり公の場に面接試験受けに行くわけですから、まあ、片付けちゃいけないっていう方もいますけども、まあ試験なのでね、そういう意味も含めてきっちりとした服装をしていくっていうことでよろしいんじゃないでしょうか。で、まあ、面接試験っていうのは15分間、口頭試問っていうのは5分間、あるわけで、なかなか、まあ、15分間のロールプレイには慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ロールプレイそのものの実力を上げていくっていうのは、今、この
この動画を見てらっしゃるこの段階ではもう手遅れなわけです。ですからこういう試験対策っていうのは何が大事かって言いますと、何をするかっていうのももちろん大事なんですけども、何をしないかっていうね、これをちゃんと決めとかないと気持ちが揺れ動いてしまって不安になるわけですね。ですのでやらないことということで最後にもう一回確認をして終わりにしたいと思うのは、一つは友達同士でのロールプレイの練習、これはもうやめた方がいいです。本当にお勧めしません。で、二つ目はロールプレイの練習、これももう今から考えても何がテーマとして与えられるかわからないので、これは全く無意味ですね。私自身は別に面接対策何もしていかなかったんですけれども、どんな課題が来るか楽しみにしながら言ってる感じですが、自信がない方っていうのはこれ想定してもその通り来ないので、もう考えるのやめると、一切やめると。で、残りの時間はぜひですね、口頭試問1本に絞っていただいて、そして、繰り返しになりますが、最後5番目にあったですね、これ動機ですよね、この資格をどう生かしたいのか、ここに安心感を持っていく。今の限られた時間の中でもし一つできることがあるとしたら5番を徹底的にやる。で、時間に余裕がある方、心に余裕がある方は1番から4番までの対策をする、こういう形でやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。それでは皆さんの検討を祈っております。どうもありがとうございました。